ます。夏美先生です。今日は園児のお母さんたちのおすすめを堪能しようと思い、日系のパン屋さんへやってきました。名前はカナデル。日本とカナダの食や文化が素敵なハーモニーを奏でるようにと込められた名前だそうです。ちなみに私は美味しいパン屋さんが名を連ねる神戸市出身です。バンクーバーに来てからというもの、元バイト先のサンドイッチかスーパーに売っているベーグルくらいしか食べてきてないので、日本人が想像するようなパンは久しぶりに口にします。お昼前に出向いたのですが、そこには猛烈が。店内に入るとまずいろいろな味のメロンパンがお出迎えしてくれました。メロンパン is ordinary from Japan. It's a sweet bread covered in a thin layer of crisp cookie crumbs on top. The Japanese word for bread is pan, which came from Portuguese word for bread. There is a fun fact about classic melon pan. It doesn't taste like melon. It is said that name of this bread melon came from the bread's shape and skin patterns. かわいいクマたちがこちらに目線をくれたので購入決定です。私の大好きなヌテラ入り、ハマったら大変なパンですね。海外で久しぶりに日本語の丁寧なサービスを受けると照れくさい気持ちになるのは私だけでしょうか。日系スーパーで買い物している時によく外国人と間違われて英語で話しかけられるのですが、そのまま英語で返答します。最近は朝晩の気温がぐっと下がっています。今年の夏は異常気象による記録的熱波に見舞われたり、山火事による空気汚染があったりで外出する機会がさらに減りました。夏が短かったように感じます。バンクーバーは秋から冬にかけて雨季で、毎日ずっと雨が降ります。朝起きて帰るまで寝てる間もずっとしとしと降っています。本当にずっと。バンクーバーがレインクーバーと言われるゆえんですね。初めてバンクーバーに来た年は毎日雨ばっかりで本当にどんよりした気持ちでした。基本的にポジティブな私ですら、ああちょっと無理と弱気になったことも。しかし最近はこのバンクーバーの美しい自然を守るのに必要な恵みの雨なのだと言い聞かせ、レインコートとレインブーツで完全防備して外へ出かけています。今年は少し早めの9月から天気予報が雨マークでいっぱいになりました。なので少しでも晴れ、曇りの日は出かけるしかありません。大切なお出かけ日和なのです。もう一つおすすめしてもらった場所がここライスレイクです。場所はノースバンクーバーに位置し、先ほどのパン屋さんから車で約16分です。湖の周りを囲むトレイルは子どもたちでも楽しめる簡単なコースです。穏やかな湖ではたくさんの人が釣りを楽しんでいました。パンを食べ終わり、湖の周辺を歩き始めることに。雨が降った後だったからか、青々とした草木がそこら中に広がっていて、まるでもののけ姫の世界だなと思いました。歩いているとふと気がついたことがありました。キノコです。よく見ると近くにもその先にも。湿気が多い環境を好むことで知られるキノコですが、まさにここは宝庫。トレイルを楽しみながらキノコ狩りをすることにしました。Wow.
そうですね。